現在マンチェスターシティからジローナへレンタル移籍中のヤンコートにアーセナルが興味を示しているようだ。A メディア、フットボールトランスファーズが現地時間13日に報じたところによるとアーセナルのチーフスカウトであるパウロシャビエルが真剣に獲得を検討するように指示したというジローナの右サイドバックとして躍動するヤンコートは 今季ラリーガで1ゴール8アシストを記録している。1月にはスペイン紙、マルカによって、レアルマドリードが同選手へ関心を示していることが報じられていた。フットボールトランスファーズは、アーセナルのミケルアルテタ監督はレバークーゼンのジェレミー・フリンポンを長らくリスペクトしてきた。と伝えつつ、同選手についてはドイツにとどまる見方を示している。 そして、フリンポンに驚くほど似ている、プレイヤーとして、ヤンコートが獲得候補に上がっているようだ。同メディアによると、ヤンコートの推定遺跡金は、2090万ユーロ、約33億円、だという。アーセナルで右サイドバックを務めるベン・ホワイトがリーグ戦でほとんどフル稼働していることを考えると、新たなオプションの存在は心強いかもしれない。 なお、スポーツメディア、チアスレチックは4月の段階で、スペシャリストの不在を理由に左サイドバックをアーセナルの補強ポイントとして指摘していた。